さあ、そしてここからは私のダイアリー3時の宮瀬、毎日の生活で思ったことや思い出したことを日記の代わりに写真にしてみました、今日はこちらですね。はい、あ、何ですか。こちらはですね、今週は夏日になった日もあった東京だったんですけれども、昨日は肌寒くなかったですか。もう肌寒いっていうよりかは風も強くてちょっと寒かったかなと、羽織っててよかったなと思いました、ね、はい、なので温かいものが食べたくなりまして、お鍋屋さんに行ったんですけれども、何これ、こちらあんこう鍋。うわ、ちょっと美味しそうなの食べてますね。これそうなんですよね。これもう一枚写真があるんですけど、ちゃんと温かくすると溶けて、はい、こういったお鍋なんですけれども、いくらぐらいしたんですか。これは6000円ぐらい、そうですかね、はい、食べたい、まあ、あんこうの実っていうのはすごく淡白なんですけども、黒田さんに奢ってもらおうそうですね、このあん肝のお味噌ですごくコクがあって、旨味がグッと入っていくのですごく美味しかったんですけど、みんなで食べたんですけど、そうですね、はい、皆さんは、私としては昨日がもうまあ季節的にもお鍋食べ納めかなと思ったんですけれども、皆さんは食べ納めしました。いかがですか、お鍋は。夏も食べるって方、召し上がるって方いらっしゃいますよね。食べます。あ、召し上がります、うん、あの一人暮らしだとご飯作るのめんどくさいんですよね、家に帰ってお鍋って全部突っ込めばお食事になるじゃないですか、でお野菜も取れるから、夏でもクーラーをガンガンにかけてお鍋を食べます。いいですね、はい、若新さんは。僕鍋やっちゃうと人の分まで食べちゃうので良くないですね個別に分かれてないとダメなんですよ、ね、癒しいから、はい、以上今日の3時の宮瀬でした。宮瀬さん大変です、はいはい、ステップさんから、3時から夕食ずいぶん早いねというツッコミがついにそのツッコミが来ましたか。3時というイメージです。そう、イメージです。